皆さんは、日本の生活に窮屈さを感じないだろうか。常に周りの目を気にしたり、他人に合わせたりと、他人中心の生活が成り立っているのは否めない。では外国の生活はどうなのだろうか。特に自由の国アメリカは、窮屈さとは無縁なイメージすらある。今回はアメリカ留学をしたことがある一致に、特に驚いたことを聞いていこう。日本では考えられないことの連続なので、ぜひ最後まで見ていってほしい。Y がアメリカ留学して驚いたことで打線。1番ショート。フットボール、フットボール、フットボール。2番セカンド。軍人でいることの金銭的社会的ステータスの高さ。3番センター。クレカ使いすぎ。4番ファースト。大正義キリスト教。5番ライト。ボルマに何でも売ってる。6番レフト。黒人、ヒスパニック、田舎者、それぞれなまりすぎ。7番サード。話題の映画は必ず見るもの。8番キャッチャー。外人オタクの浮きっぷり。9番指名打者。ホンダが芝刈り機のトップブランド。先発。大学の施設の充実っぷり。中継ぎ。テレビはケーブル。抑え。ファタニキとかよやみ。解説してくわ。フットボール、フットボール、フットボール。こっちの野球教レベルのアメフト教が一般人にいっぱいいる感じや。ひいきのチームのためなら3時間車を運転してゲームを見に行ったり、地元のチームが大事な試合に負けたら暴動が起こって球場の周りで車が何台も破壊されたりする。アメフトの競技人口は、2023年調べで世界で約2300万人と言われている。そのうち約半数がアメリカ人だというので、人気っぷりが伺える。スーパーボウル野球で行くところのクライマックスシリーズの決定戦はひいきのチームじゃなくても見るのは義務や。視聴率は40から 50%。毎年大体その年の1位。歴代のトップ10視聴率のうち9つはスーパーボウルの中継という壊れっぷり。同じ4大スポーツの NBA ファイナルの視聴率が 10% いけばいい方といえば凄さが伝わるか？スーパーボウルの CM を30秒買うのに大体4億円ぐらいかかるんやで。大学のマーケティングや経済の講義の題材や宿題のネタに毎年なるくらいや。まあルールわかると面白いよな。自分でやろうとは思わんが。ごじすまん。ちなみに大学フットボールも熱い。どれくらい熱いかっていうとメジャーリーグや NBA より経営規模がでかい。プロチームがない州もあるからな。その場合は地元の大学のチームがひいきのチームになるんや。ノートルダム大とかアラバマ大、フロリダ大なんかが強くて有名やな。ちなみに州立大学のヘッドコーチはじめアメフト関係者は扱い的には大学の職員で公務員や。アメリカの公務員ってのは国民の知る権利を保障する関係上全て給料の額が公開されとるんや。大学のフットボールのコーチが年俸300万ドルとかもらうのも珍しくないで。学長や医学部の医者より稼いどる。世界一高級鳥の公務員やな。アメリカの4大スポーツといえば、アメフト野球バスケアイスホッケーである。それぞれの平均収入を調べてみると、アメフトは野球の2倍以上の約2300億円だという。ちなみにスポーツ別年俸も、この4つの中ではアメフトが一番高い。やっぱり留学は休学してから行った方がええんやろか。休学退学関係なしに最低1年行け、できれば学位トレ一般教養の講義は日本で取って単位振り替えで学費節約するのがええ。大学もっていうかカレッジの方が人気あるって聞いたで。経済規模は NFL 大なりカレッジやな。何を人気と定義するかによるし、地元チームがプロかカレッジかで地域によって違う。白人美女と、沼へに1回、みたい。アジア人男子はモテん。残念ながら。旅行行った人に聞くととにかくデブだらけって言うんやけどほんまなん。バス待ってるとデブ、俺、黒人、美女、デブ、黒人デブ、ホームレスみたいなことになってることは多いで。1年はもう決まっとるんやが細かい制度なんかはまだ全然知らんねん。お決まりの5月から行って夏は語学研修して1年正規の講義取るパターンか？それなら大した違いはない。休学でええんとちゃう？語学研修の時に他の国のやつとつるめよ。日本人といるといつまで経っても上達せんぞ。ちなこうですまんな。そっちか。こっちも早がてんですまんな。高校生なら楽しんどき。今円安だから父ちゃん母ちゃんに感謝も忘れずにな。文部科学省によると、高校で海外留学した場合、留学先で取得した単位を国内の単位として認定するとのこと。帰国後には、同学年の生徒たちと同様に進級できるのだ。軍人でいる特典。Y の初めてのルームメイトは23歳の金髪ナイスガイやった。無論同じ大学1年生な。そいつはうちが貧乏でな、下の兄弟が何人もおったもんで大学行く金がなかったんや。そこで高校出て軍に入ったんや。イラクとかいろんなとこ行ったらしいわ。軍に入ると金を使う機会がないから金が貯まる。まあそこはええ。何がいいって言って期間軍にいると退役してもいろいろな特典があるんや。年金が多くもらえる、税金が安うなる、軍の共済に入るからローンが組みやすい、クレカの審査に通りやすい。軍隊には命がけの任務も多い。さぞや給料も高いのかと思いきや、低い階級になると約20万円だという。そこから活躍による昇進や勤続年数に応じて給料がアップしていくらしい。何より予備役のまま大学に通える制度があるんや。月1の週末や長期休暇に訓練する代わりに、学費がタダになるどころか給料まで出る制度があるんや。無論予備役の方が退役するより見返りはええ。それ以上にな、普通の店やレストランに軍人割引ミリタリーディスカウントっちゅうもんがあるんや。タコベルとか、アメリカン航空とか、軍人であるだけで割引されたり特典がついたりするんや。日本だったら吉野家や ANA やイオンで自衛官割引があるみたいなもんやな。それに加えて、驚きなのが家賃手当だ。なんと低い階級でも約15から16万円もらえるという。ちなみに就職も退役軍人枠がある会社も多い。この枠を多く持っとる企業ほど公共のために尽くしてますってアピールになるんやな。特に南部や田舎に本社がある会社に多い。地域活性ってやつやな。あとベテランズデイ復員軍人の日って祝日があってな。だいたいこの日は復員軍人はレストランで安く食事できたりサービスがあるんや。中にはタダのとこもあるで。アメリカの祝日ってだいたい月曜日にあって毎年日が変わるんやけど、この日は11月11日で固定や。独立記念日なんかと同じ扱いやな。どれだけ大事にしとるかわかるって話や。ワイがハーボッツお得やなって言うたらアメリカ友は親が、でも戦争になって徴収されたらいかないかんからな。こんくらい残党ってことらしいわ。ちなみにこいつは今でも親友やで。18歳で1日あたり300人、出るって本当を？それも地域によるで。危ない場所と時間に気をつければほぼ問題ないで。クレカ使いすぎ。一時そのままやな。クレカ使いすぎ、現金使わなすぎ。アメコードもは細かい計算ができんから、九九の暗算も怪しい、小銭のやり取りが億劫なんやみたいなことが言われとるが、まあ間違ってない。でも正確でもない。そこがミソやないねん。ちなみにアメリカのクレジットカード保有率は、2020年度時点で約8割に上る。それ以上にな、アメリカ人は社会的にクレカの使用を強制されとるんや。クレジットスコアってのがあってな、これがクセモンなんや。アメにはソーシャルセキュリティナンバー社会保障番号っていうもんがあってな、就労者納税者一人一人に番号がついとるんや。外人でもバイトしようもたらこれを取得せなあかん。主に脱税防止が名目やな。日本でいう今度始まったマイナンバー制度がほぼこれと同じや。これには人の一生分の銀行記録、納税、年金、借金、自己破産なんかの記録が全部紐づいとるんや。クレジットスコアってのは個人の経済的信用度を過去の信用履歴から点数化したもんや。信用履歴って何かっつうと各種支払いやクレカやローンの履歴やな。定期的にクレカを使い、滞納せず支払いを行っとる、そういうやつの点数は少しずつ高くなる。逆に滞納とか破産とかしたら非行なる。ローンどころか、電気や家賃の引き落としとかでもな。これに加えて犯罪防止のためもある。高額紙幣の偽札も横行しているので、少額でもカード払いを求められるケースもあるのだ。数学のテストとかで公式前に書いてあったりしてるらしいな。日本に来る留学生は数学全くできないとか聞くわ。一般教養の数学でヒーヒー言ってるアメ人は一定数いるな。微分とか標準的日本人高校生からすると楽なもんやけど。あと講義も試験も計算機使用自由やし。日本にいてよかったってことはなんかある？就活が楽。魚が食べれる、美味しい。就職した時新人研修がある。クレジットスコアの怖い話。日本じゃ金なくて電気止められたわとか学生時代の周りにちょくちょくおったやろ。そこまでいかんでもネット代や Amazon の代引き、期日にまでに払わんかったことの1、2回ぐらいあるやろ。そういうやつは将来痛い付けを払うことになるシステムやねん。日本でもマイナンバー制度と TPP のコンボで今後そういう面を持つ可能性は高いと思う。若いやつ、特に学生は気ぃつけや。20年後マイホーム買う時に後悔しても遅いで。サブプライム問題もこのシステムが延々みたいなもんやが、アメリカの政治経済がこれを前提に動いとるから、システムがなくなることは絶対にないな。Y がこのシステムの嫌いなとこは、1、性悪説に基づいとってクレジットを使わないとスコアが初期値最低値上に抑えられて損をすること。2、スコアが落ちた原因が犯罪被害アイデンティティセフトなどでも、救済手段がないこと。犯罪者につけ込まれるような個人情報をずさんに扱う人とみなされるため。繰り返すがみんなもマイナンバーの扱い気ぃつけろよ。なんかよくわからんが一回信用失うとちょっとしたことでも取り戻せないんやな。ちょいちょい電気代を滞納する A さんときっちり払っとる B さんがおるとする。4000万の家を買ったとき、ローンの率が A さんは 6.8%、B さんは 5.0% とかだったりするわけ。さて合計何万の違いでしょうね。あっちは銃社会やから一致の親友の家族も銃とか持っとるんか？触ったことすらないわ。アメリカの学習意欲ってすごいねやろ？上位の大学の上位層はそうやね。あと大学の成績が就職に直結するからな。ガンショップって街中に普通にあるの？州の法律による。実は銃の規制は、各州で毎年のように改正されているという。そのため1年前のものであっても当てにならないとされている。州によっては購入許可や免許書き登録が必要な場合も。自由に持てるのかと思いきや、意外に厳しいようだ。大聖義キリスト教。びっくりするぐらいアメ子どもの生活に根付いとる、特に南部。まあアメリカ移民の始まりが宗教関連やからな。カフェテリアで白人が読書しとって、よく見たら聖書やったり初めて会った学生同士の世間話で学部どこ？何回生？の次くらいにどこの教会行っとるんや？って話題にしたりあとはカフェや木陰で集会やっとるなぁと思ってみると聖書の内容について語り合ってたりとかな。あとはボランティアもキリスト教文化やな。学生会館の前で毎日何かしらのチャリティーやバザーをようやっとる。奨学金の条件に XX アワーズオブコミュニティサービスって項目があることも多いわ。やって当たり前な雰囲気なんやな。Y は宗教自体は鬱陶しいと思うが、こういう行為は素直に素晴らしいと思うで。むしろ日本はクレカ使わなすぎやろ。小銭持つの面倒くさいんじゃ。最近の日本は現金。電子マネーに直接移行してて面白いな。海外は現金。クレカプラス電子マネーなのに。イッチは英語ペラペラ？一時期通訳のバイトしとった。キリスト教じゃなかったら、められるんやろ？さすがにそれはない。めたら911テロした側と同じレベルに落ちることになるからな。さすがにそれやったら社会的に、ただ日本はキリスト教徒率 2% なのにクリスマスを盛大に祝うって教えたらおうまいごっとってなったわ。アメリカの約8割がキリスト教徒で、中でもプロテスタントの比率が高いらしい。ボルマに何でも売ってる。ボルマートは世界一のスーパーマーケットチェーンや。何でも売っとる。基本安い。日本で言ったらスーパーと島村と電気屋とホームセントに鳥を合体させたようなもんや。アホみたいな汎用性やろ。基本最寄りのボルマに行けば生活するものに困らん。必然的にめっちゃ広い。店舗も駐車場もな。アメ港の半分は10マイル以内、90% は50マイル以内にボルマが必ず1店舗はあるそうや。アメリカ人の生活を根幹から司っとると言っても過言ではないで。この企業、小売にはライバルはもうおらんくて実質的なライバルはアマゾンや。まあ実際ボルマにない個人の嗜好品は大抵アマゾンで揃う。実際ボルマとアマゾンのせいでアメリカでは専門店が存在する意義がどんどん低くなっとる。今度コンビニ型をボルマを展開するらしいし、これからも小売市場を駆逐してくんとちゃうかな。余談やがボルマの株は安定して成長しとるから堅実な投資がしたいなら買っといて損はないで。年単位で塩漬けにする必要があるが。ウォルマートの売上高は、年によってはアマゾンに約5兆円もの差をつけている。現在は国内で約5000店舗、世界に約1万1300もの店舗を展開している。ちなみに日本では西友を子会社化して展開していたが、成果を上げられず撤退した。Xbox One が人気ってマジ？日本じゃでかい電気屋じゃないと売ってないんだけど。今は Xbox One と PS4 と PC ゲーがイーブンくらいかな。だいぶ後ろに EU。ゲーマーは大体 Xbox One と PS4 どっちも持ってる。一度この大学に留学してるん？アメリカの駅弁。そこそこいいとこの大学院。アメフトやってるとかも就職で超有利なんじゃないの？あと向こうってガタイ市場主義ってあるん？とかある？ジョックがモテるのはハイスクールまでという格言がある。ビル・ゲイツもオタクに優しくしとけ。将来お前らジョックの上司になるからって言ってる。日本の体育会系枠は軍人枠に近い。黒人、ヒスパニック、田舎者、それぞれ訛りすぎ。それぞれ独特の訛りがある。アメリカはいろんな人種民族がおるが、お互い混じらず群れて暮らしとる。だから言葉も偏る。人種のるつぼやなくて人種のサラダボールって言われるゆえんやな。わいこれでも英語のヒアリングとスピーキングは結構得意やねん。けど綺麗な英語基準で覚えたせいか訛りに慣れてなくて南部の大学に行った時ちょっと苦戦した。学校はみんな綺麗めに喋るけどな、ちょっと田舎に行くときついことが多いねん。あとフロリダ行った時バーキンで英語自体が通じなかった時はビビったわ、わら。差別ってのは見た目に対して行われるもんかもしれんが、言葉も重要なファクターやと思うで。また余談やけど、初めてボルマに行った時に現地の地、白人が唐突に話しかけてきてな。南部なまりプラス地、独特のどもり、って何言っとるかさっぱりわからんかった。すまん思うがあればっかりはしゃあないと思うわ。アメリカの訛りは、日本同様その地域によって様々である。識者によると、特に南部のルイジアナやアラバマ、ミシシッピ周辺の訛りが強いという。対して標準的な英語は、五大湖周辺の地域で使われているようだ。一致期間はどんくらいや？TOEFLスコア取ってから行った？交換留学？ワイも英語ペラペラになりたいな。映画とかで勉強したらええのかな。留学から帰ってきたら徐々に喋れなくなるってほんま？ワイは5から11歳までイギリスに住んどったんやが、正直アメリカなまりはきついんごね。英語上達。ワイは日本の大学1年半、向こうの駅弁に編入して3年で卒業。大学院やな。日本のビーラン国立の入試くらいの基礎学力があるが、会話がさっぱりできんと仮定する。ポイントは、英語でやりたいことを明確な目標として持つ。短期目標を決める。これは達成未達成がわかるようにすること。いつまでに○○合格、単語暗記など、独り言を英語で言う癖をつける。日常の中でこれは英語でなんて言うんやろなって思考を常に持つ。これを思ったら忘れんうちにメモるスマホなど、映画や漫画でかっこいいセリフ、使いたいセリフがあったら翻訳してみる。毎日15分でもいいからやる。好きなことを英語でやる。洋楽、漫画の英語版など。3月解説止めてすまんな。独り言は試したことあるんやが、果たして合ってるのかわからなくてやめてしまったわ。いやいやええよ。愛の手質問大歓迎や。それでいくとその疑問をぶつける相手を確保するのも大事かもしれんな。具体的には日本に来てる留学生とか、Yはアメリカだと論文の添削センターの人とかに定期的にお世話になっとったな。もちろんアメ人のルムメも。やっぱり何事にもコミュ力って必要なんやな。アメリカに留学する際、大学か大学院かでも基準となる英語力は異なる。大学は、TOEFL IBT61.9 テストのスコアで500点以上が基準となる。また大学院は、TOEFL IBT79 から 80.9 テストのスコアで550点以上が必要らしい。翻訳するときは同じ意味のフレーズを3パターン以上作ってみると引き出しが増える。例、わかりません。I don't know。I'm not sure。I have no idea。ちな正しい発音はどこで学んだんや？どっかで矯正した？発音より正しいイントネーションが重要やな。アメ人も結構なまっとってもイントネーションは共通のパターンが多い。エヴァの新劇場版見たことあるか？マリが電話で英語話すシーンは発音は日本人やがイントネーションはかなりうまい。あの話し方が英語を話したい日本人の目標にかなり近い。入試でも英語は毎日必ず触れろって言われるよね。あと日本についての英語の文献イコール知ってることを読むのはためになる。好きな漫画のウィキの英語版とかな。ためになるんごねえ。打線の解説に戻ってええか？結構書き溜めとるんよ。話題のハリウッド映画は必ず見るもの。まずチケット代が安い。大学生は1回$8とかや。多分やけど飲み物やポップコーンで元取っとるんやな。ちなみに指定席はない。早い者勝ちや。あとは田舎になると娯楽が少ないからな。話題作はみんな見とる。ハリポタやらハンガーゲームやらロード・オブ・ザ・リングやらな。特にスター・ウォーズやハンガーゲームみたいな自由と正義の話はアメコードも大好きやからな。まあ最近は Hulu や Netflix を通して家で見ることも多いで。ちなみにイメージに反してポップコーンはあまり食わん。高いし喉乾くからやろか。外人オタクの浮きっぷり。そのまんまやな。日本のオタク文化はだいぶ市民権を得たが、アメのアニオタはまだ白い目で見られる。まあアメリカ人は基本他人の視線を気にしないし、今はネット上にコミュニティがあるから居場所には困らんらしい。大学の日本語のクラスの生徒の7割はオタクや。ワイのルムメはオタクじゃない日本語に興味がある学生やったんやけど毎度アニメ漫画の話題を振られて困った言うとった。スターウォーズとかってあっちじゃオタクが見るもんだと思ってたわ。アメ人スターウォーズ大好きやで。あれ基本的に帝国イコール民主主義の敵イコール悪みたいな話やからアメ人の大好き要素満載や。エピソード3でオビワンもワイの心は民主主義と共にあるんやって言ってるし。アメリカで話題となっている映画は、全米映画ランキングで把握できる。特に全米ナンバーワンや全米歴代ナンバーワンは、その都度知っておいて損はなさそうだ。ホンダが芝刈り機のトップブランド。日本では見ない意外なものが日本製だったりするな。ホンダが芝刈り機出しとるなんてこっち来るまで知らなんだ。他には重機が小松製だったりゴルフカートがヤマハ製だったり。ただ最近は国策でメイドインアメリカをなるべく使おうみたいなこと言っとるから公立大学で日本製はあんましないな。教室のプロジェクターがエプソン製なぐらいか。モニターやテレビはサムスンだったりするけどな。やっぱ安いんかな？やっぱり飯とか日本と比べてでかいんか？こっちの L は向こうやと S やって聞いたことあるけど。日本に来たアメ人このビッグマックはスモールマックだ。あと余談だがトイレの便器が日本より高くてビビった。ビッグマックがスモールはさすがに草。アメリカ人すげえわ。便器もアメリカ人のサイズに合わしてるんやろか。今年見たスレで一番興味深いわ。まだ4日目やで。医療費が高いって聞いた。でも医者は高給取りじゃないんか。不思議や。それって国民が全員保険に入ってないからちゃうんか？医者は高給取りやで。日本は法律でこの治療はこの値段って決まっとる。アメは自由診療で、病院医者によって自由に請求できる。結果いろいろオプションの料金とか設定して後者の方が高くなる。つまり治療内容とか方針を患者側が選ぶ必要があるってことかいな。まさにその通りで、医者が提示した治療法の中から患者が予算に合わせたものを選べる。だが年によっても治療費は大きく異なり、群を抜いて高いのは、ニューヨークマンハッタン地区らしい。アメリカの個室のトイレって下空いてるのが普通。わい、あんなトイレ絶対なれんわ。そう。ケミカル取引とかの防止とか、救助のしやすさとかもっともな理由はあるらしい。イギリス住んでた人がアメリカ日帰りでよく遊びに行ったとか言うんやけど、そんな手軽にできるもんなのか？日帰りは相当な強行軍だと思うが不可能ではないと思う。大西洋って5000キロくらいで幅狭いから、アメリカの東から西くらい、思ってるほど遠くないのかもしらん。それでも日帰りはきついと思うが。アメリカンジョークって日常会話で使う？何をもってアメリカンジョークとするかが微妙やけど、たまにそこで笑うんかってのはある。人種ジョークとかは気心の知れた仲とか以外はほぼ言わない。質問されたこととかある？すまん、質問の意味がわからん。職質？言葉が足りなくて申し訳ない。なんか日本のことについて向こうから一致に。そら数えきれないくらいある。日本のこと聞かれて、よく知らなくてその場でググったりとかも多い。両つべのうさぎ島のこととか、知らん漫画とか、君んとこの独立記念日いつ？とか。大変やな。なんでや。日本は知名度あるし、国をネタに会話が弾むのはいいことやで。大学の施設の充実っぷり。アホみたいにサービスが充実しとる。その代わり取るとこはがっつり取る。学食の飯とか留学生の学費とか、あとは駐車場代とかな。日本も同様だが私学の方が圧倒的にかかる費用が高い。大学4年間で、州内の公立が約117万円に対し、私立の場合は約417万円もかかるという。さらに有名大となれば、学費だけで年間700万を超えてきたりもする。学食はまあまあうまいし、がっつり食えるんやがちょいとバカし高くてな1食7ドルから8ドル。通貨食べ物関係は生協なんてもんが雨にないもんで企業と契約しとるんや。けど州立大は大抵地元企業と独占契約しとるねん。価格競争が起きないもんで高くなるわな。Y の昼飯は自炊した弁当かサブウェイ6インチ5ドルやった。こらもう経営理念からして違うんやな。日本、経費をなるべく削減して学費を安くしよう。アメ、学費を多めにとってサービスを充実させよう。って感じかいな。あと州立大イコール公立は大抵田舎にあるから、生徒含め地域の雇用を大学で確保したいって思惑があるらしいわ。学内の主なサービス施設、アメフトスタジアム。中堅から強豪大は4から5万人ぐらい人が入るアホみたいにでかいのを持っとる。他にもスタジアムのラウンジで就職説明会やったりするで。法律相談所。弁護士が常駐してて相談に乗ってくれる。Y の大学は1学期2回まで相談無料やった。金感情のトラブルとか、車で事故を起こしたとか、授業で人種差別されたとか色々あるらしいわ。スポーツジム、プール。学生職員はタダで使える。日本でジムに月1万も会費払うのばしくなるわな。論文添削センター。レポートの度に添削してもろた。留学生には必須な場所やな。卒論書くときもお世話になったぜ。スクールカウンセラー。心の問題を見る人やな。カウンセリングも学期2回までタダや。医療センターも無論あるで。テクノロジーセンター。PC、カメラ、プロジェクター、ゲーム機なんかが借りれるで。無論タダやで。Y の友人は PC が壊れた時毎日借りに行っとったで。プロジェクター借りて大画面でスマブラやったり、スポーツ見ながらビール飲んだり、活用させてもろた。図書館。蔵書数は大学のステータスやな。期末前になると24時間営業になる。大学によっては流れるプールや映画館、ゲームセンターやステーキハウスまであるという。また寮の部屋も、ウォークインクローゼットやフラットスクリーンテレビなど豪華仕様の大学もある。アメフトのスタジアムはプロの試合でもよく見るけど、観客席の数が大学の規模超えてて引くわ。アメフトスタジアム。これな。Y もコロラド大見学したことあるけどこれやもん。びっくりポンどころじゃなかったで。多分小さい方やな。アラバマ大スタジアム、ノートルダム大スタジアムとかでググるとちびるで。コロラド、5万3000。アラバマ、10万1000。ノートルダム、8万。ひえー。この辺羨ましすぎうちとしや。全部学費に含まれとるんやで。ジャスティン・ビーバーってどれくらい嫌われてる？そんなでもない。南部やったからやろか。昔高校の時にアメリカに留学していたんやけど、Y が一番驚いたのは、学校行事が少ないのと部活が運動部しかなかったことやわ。文化祭も体育祭もなかったしな。部活と学校行事に高校生活をかけていたから、ほんまにショックでうつ病になってしまったんご。大学は毎週のように騒いどったぜ。勉強も大変やったけど。大学は大学で全然違うらしいな。うちはのどかなど田舎の高校やったからほんまに何もなくて、みんなぼーっとしてたわ。そういえば通っていた高校は州内でも屈指の進学校やったんやけど、努力しなくともずっと成績優秀者で表彰されてたわ。改めて高校での学力の格差には驚かされたんご。多くの大学で季節にちなんだ、多種多様なイベントが開催されている。留学した日本人のブログによると、留学生向けのイベントも充実しているとのこと。部活については運動部文化部ともに充実しており、季節によって活動している運動部が異なるらしい。日本に独立記念日ってあるのか？すまん。それはアジアの国がみんな植民地だったとは限らんでっちゅうネタや。イチローってやっぱり人気？知ってる日本人行ってみってアメ人に行ったらトップ3には入るんを。テレビはケーブルがデフォ。アメリカは広い。具体的には日本の25倍くらい。つまりアメリカで電波放送しよう思ったら25倍の数の電波塔がいるんやな。当たり前やけどこれだと効率が悪い。平均人口密度も東京の100分の1やしな。よってケーブルがテレビ放送の主役になる。よってチャンネル数も多い。ただこれが高い。場所にもよるがネット電話ケーブルテレビセットで月額$100とかな。NHK もびっくりやな。国の広さから初期の設備投資がかかる分最初に高く設定。あとはそれを続けて利権になっとるんやろな。おかげかケーブル代をケチる家計からネットフリックスや Hulu に切り替えとる。何より安いからな。月額$10以下がほとんど。Y はテレビなしネットのみのプランでやっと月$40やった。思ったほど MLB は盛んじゃないんやな。アメフト越えられない壁バスケ野球マイナースポーツの壁ホッケーって感じやな。野球は年寄りに人気らしいね。MLB も人気はあるやろ、じゃないとあんな年俸払えへんで。まあ、BS とか見るとアメフトとバスケはほぼ毎回満席やしな。ファタニティとかいうやみ。ファタニティ女子はソロリティの概念を説明するのは難しい。一番近いのはあれや、ハリポタの寮。まあ強制じゃのうて選ばれたものしか入れんけどな。対外的には学生寮、昨日は社交クラブ、OB との交流や先輩後輩のノリはサークルや部活に近い。まあ何かと一言で表すと伝統ある学生寮。アメリカの大学のリア充の象徴みたいな側面もある。ファタニティのメンバーであること自体がステータスやし、特に大手ファタニティ。先輩から勉強のサポートがもらえる、OB のコネで就活もできる。ファタニティソロリティ同士の交流も盛んや。要はパーティーやな。闇は入寮条件なんかが伝統を重ねほぼ不明なことやな。そして実質ほぼ 100% 白人しか入れん。ブラックファタニティも少数ある。わざわざブラックとついてる点でお察し。これは人種差別的な面というより、黒人のコミュニティがファタニティ自体を白人ワスプの文化と認識しとる側面が大きい。そして入寮時にはヘイジング、つまりしごきが伝統的にあるんや。目につくのは新学期にお揃いのスーツとネクタイ着た新入生ボーイズやな。入学からしばらく、下手すると1学期間ずっとスーツ着て先輩寮生のパシリをするんや。この間は本名でなく結構ひどいあだ名で呼ばれるのも特徴や。赤毛羽とかハゲとか。そしてそういう代償のしごきという名の嫌がらせを乗り越えた者は、真の入寮の儀式に挑めるんや。これを乗り越えると新メンバーとして認められ、メンバーは兄弟姉妹と名乗ることを許されるんや。この儀式の内容は最大級の秘密とされとる。各寮で違うらしい。Y が聞いた中では立ちながら全員倒れるまで一気飲み教養とかをこの上でレスリングまで千差万別やな。一気飲み教養は映画ソーシャルネットワークにちらっと出てくるな。そして不気味なんはこれらの情報が全部秘密なことなんや。メンバーですら自分の寮のこと以外断片的にしか情報が入ってこん。しごきはフィクションって言い切るもんもおれば、聞くと苦笑いやノーコメを貫くもん、悪しき伝統をなくすでと積極的に宣伝活動してるファタニティや反ファタニティ団体が存在したりと混沌としとる。正直まとまった情報がなくて真偽がわからん。ここで書いた話も話半分だと思ってくれ。フラタニティとは違うの？すまん、ストライクとストライキみたいな翻訳の妙だと思ってくれ。一致はファタニティと言っているが、一般的にはフラタニティと呼ばれている。名称にギリシャ文字がついていることから、グリークと言われている。実際に留学している人によると、入るには自己申告ではなくスカウトされないといけないらしい。怖すぎ。そこだけ闇が深い。飲酒事故を起こすのみさあみたい。日本人の中には実際に入った人もいるようだが、やはり秘密ごとは日常茶飯事だったらしい。だがその人の入っていたグループにはそのような闇はなく、グループによって経路が違うようだ。アニマルハウスって映画で見たやで、量によって随分格差あるみたいやね。どこでもあるんだね。大学生は古今東西飲んでなんぼや。そこが重要じゃない。フラタニテの異常さは秘密の多さと、そこはかとなく漂う白人至上主義の香りや。これらに尽きる。プロレス人気ってどんなもん？ WWE とか。少なくともスタン・ハンセンを知っとる若いアメ人に会ったことないな。ちなこうで日本語より英語が得意なんやが一致的に高校卒業して直でアメリカの大学に進学するのはどうなん？日本語むずすぎてまともな大学行ける気せえへん。マーチや日東駒線行く程度の学力と財力があって、日本の楽なモラトリアムを捨てる覚悟があるなら絶対留学した方がええよ。今は円安で親御さんきついけど。3月、やっぱ金が大きな壁になりそうやな。Y としては一旦日本の大学に入って1年目で単教いっぱい取って単位振り替えで学費を浮かすか、最初の1から2年は学費の安いコミュニティカレッジ入ってそこで単教の単位取ってからいい大学に編入するのを勧める。私立じゃのうて州立大なら日本の私立より安いとこはあるしよく調べるといいよ。図書館は期末前になると24時間営業になる理由はわかるな？コミュニティカレッジからの編入って道もあるんやな。勉強になった。どっちにしろ入りたいとこ決めて行動せにゃならん。アメリカの大学はやっぱりちゃんと勉強するところなんか？おおむねそう。だけど成績がコネやコミュ力並みに就職と直結するからいい成績で卒業するのはそれなりに大変。そこそこ以下でいいなら裏技小技はかなりある。での大学は入るのは楽だけど卒業するのが、難しいって聞いたことがあるけどどうなん？米国の大学は入るのは楽だけどいい成績で卒業するのが、難しい。日本と異なり、アメリカの大学に入学するチャンスは年に数回あるという。だが卒業に関しては、過去のデータにはなるものの、大学に6年通っても卒業できる確率は約6割とのこと。単位習得が必須な上に、毎日の予習復習も欠かせない。また出席率やディスカッションでの発言の多さも重要視される。ベンチ。鶏肉と言ったら胸肉。しかも胸肉の方が桃より高価。魚？何それ美味しいの？芋は野菜。米も。酒のあてという概念がない。準備運動の概念がない。公衆トイレの壁、扉の下の部分が空いてる。一致は専攻は何？留学に向いてる分野ってある？我は理系日本。理系アメ、美人、ビジネス系は鉄板が会計学。CPA 取らんでも留学生でもインターンしやすい。就職しやすい。ビジネス系は日本の文系勉強しなさすぎなので留学した人は180度違う生活ができる。あとはやっぱ日本で学べないこと学びに行ってほしい。サプライチェーンマネジメント、海洋生物学、ホテル学、航空工学、天文学なんかやな。これ明らかな差別やろって経験はあった？あまりないが思いつくの。アルバーに行ったら大学の法学部の打ち上げで白人率 100% で酔った白人女にアジアンって呼び名で会話された。ウォルマのカスタマーセンターで並んでいた時、白人デブ店員に無視されて後ろの白人の客の対応を先にされた。わいましたか？最近見た目で判別できるようになったで。書きた目も切れてきたで。生活費等の比較。日本に比べて、家賃普通。部屋は広い。食品安い。外食高い。生活雑貨100均の存在とか考えると若干高い。学費高い。保険高い。医療費は高いというか日本が安すぎ。中間はないのか。車変わらないか若干安い。車の維持費税金プラスアルファ安い。収入大卒以上高い。高卒以下安い。おまけ。レゴ安い。ハーゲンダッツ安い。ピザバ、安い。地域や州によっても物価は大きく異なる。物価が高い地域は、ニューヨーク市マンハッタン区。安い州は、ミシシッピアラバマなど中部や南部の州だ。じゃあこんなとこでお開きにするで。391。面白かったやで。アメリカに8年間住んでたけど、まだ線通りではろた。若干南部に偏った部分もあったけど、よくまとめられてると思う。めちゃくちゃためになった。アメリカ生活の実態が語られたが、皆さんのイメージは変わっただろうか。単なる旅行や留学就労、永住化によっても事情は大きく異なるだろう。ごちゃんでも留学に関するスレは多く、YouTube でも海外に関する動画がたくさん上げられている。アメリカ留学に憧れている人や、渡航予定のある人は、参考にして知識をつけておきたい。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは日本とアメリカ、どちらに窮屈さを感じるでしょうか？そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。